こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですね、もうママたちが食いついてくるテーマですよ。はい、これです。パパが何考えてるんか分かれへんっていうやつね。これ何考えてるんかっていうのをちょっと分かるようになったらすごいちょっと関わりやすくなったりするんで、パパが 何考えてるか分からへんっていう話をしたいと思います。これね、バブバブに来てるママからいただいた、基本ね、パパの悪口じゃありませんよね。先言っときますけどね、すごいね、夫婦愛の話なんですよ。バブバブに来てるママがね、赤ちゃんが生まれて お部屋の中で授乳してたんですよ。パパがね、ああほんなら洗濯物干したるわって言って洗濯物干しに行ってくれたんです。素敵でしょ。で、洗濯物干してそのパパをこう中でこうね授乳しながら見ながら、あ、ええパパやなってママは思ってたんだって。ほんならそこに宅配便が来ました。ピンポーンってね、あ、どうしようかなって思ってたら、パパがガラガラって、ああ取ってくる取ってくる、ええよええよ、授乳しといて、ええパパでしょ。で、宅配便取りに行ってくれたんですよ。すごいなこの人って思ってたんだけど、帰ってこないんですね、玄関から。なぜかパパが洗濯物を干してた途中やけど、あれほったらかしで、あれ10分経ったけど帰ってけへんけど、あれあれとか思ってて、ほんで10分後やっとパパ戻ってきたんですね。で、あんた何してたん、宅配便やろって言ったら、ああついでにな、玄関の掃除してた。え、洗濯物は忘れてたというエピソードを聞かせてもらいました。なんじゃこりゃ。ママ曰く、いや、めっちゃいいパパやっていうのは分かってるんです。で、なんで自分のやってたことを忘れてしまったりとか、同時進行でこう同時にこういろんなことをなんてできひんのでしょうかね、男の人って。意味が分からん。で、まあ、今回は、まあ、パパの愛情があっての話やったけど、大まかにはいろいろこう、もう細かいこと言うていくと、もうね、家の中で結局一番手かかんのパパなんですよっていう話をね、いろんなママからめっちゃ聞く。もう家の中で子供以上に手がかかる、めんどくさいのがパパやってね。カメラの上にいますよ。なんでパパってそんなんなんやろって、私たち女性からしたら意味がわからんのですよ。もう不器用よね。女の人は煮物作ってたら火ちょっと弱めて見ながら、その間に掃除してもらおう思って掃除機かけたりとかしません？で、掃除機かけつつ煮物を炊きながら子供の相手しますよね。で、電話かけてたら電話しっかりしながらちょっと拭き掃除したりとかもするもん。同時にこう手空いてるから掃除したらええのにとか思うけど、絶対しまできないですもんね、あれ。不器用やなーって思うんですよね。はい、じゃあ、ね、男の人の脳どうなってるんかっていうのをちょっとね見ていきたいと思います。すんごい集中するね、男の人って集中型ですよね、脳みその中ね。だから一つのものをなんか見たって言ったらそれしか見えへんくなるから、あと何にも見えなくなるんですよね。男の子とかそうでしょ、子供なんかにこう集中してる時に声かけて名前呼んでも返事返ってけへんよね。あれ男性のなんですよね、集中力半端ない。でも私たちからしたら同時にいろいろやってよって思うからね、ママはこれもね同時進行型やからね不器用だなって思うわけですよ。客観性が高くてめっちゃ公平、すごいなと思うんですけどね、これ大事なことやと思うんですよ。だけどなんかママからしたらこう、私たちママはパパにとって特別な存在でありたいじゃないですか。にもかかわらず何もかもなんか妻とかそれ以外の人とかっていうのを全部客観性があって公平に判断しちゃうっていうのは女性にとってはすんごい寂しい、なんか私愛されてないかなみたいな、すごい冷たく感じられたりもするよね。で、私たちは女性は主観的なんですよね。で、感情的なんですよね。もう私が聞いて聞いて聞いてってなるし、でもう感情的やからすぐこうイラッとしたらわーってなっちゃうし、声を荒げてしまうし、わーって暴言吐いちゃったりもするし、おとなしい女性も中にはいますけどね、私も黙ってれないんで、もうまあまあ喋り上手いんでね、もうぶわーってまくし立ててしまうんですよね、感情的になってね。しかももう主観的です。もう客観性とか公平性とかどこ行ったみたいな、もうそんな見てたらパパはパパで何かなってなる。客観性なさすぎやもんな、ママな。客観性っていうか本当に直球直球、気持ちを直球、自分がどう感じてるかっていうのを直球、マシンがそこでなんでギブアップするんやろな。で、私がこう言ったことに対して返してきてくれたらいいのに、自分の思ってることを思ってることを考えてる時間返さない、すぐに投げ返さない。そう、自分の気持ちにめっちゃ鈍感なんですよ。私たちは感じたことをそれを言葉にしてパッとこう表現するのってすごいスピーディーなんですね。感じて言葉にするのが早いんですよ。で、男の人ね、
そう考える時間って言うときはほんまにそれ必要だよね。ボーっとしてるよな。しっかり集中して一つのことを考えないと答えれない意味わからんわ。私が買い物を子供とな行った時の話でな、今日はさほら天気が良かったから最初な公園でも行こうかなと思ってんけど、海かな、もう全然沖縄来て海も楽しめてないから海行こうかな、公園かな、あでもなコロナやし自粛やしそれもあれかな、でももうそろそろ自粛もちょっと切れてきてるから、で結局な買い物行ってんっていう話したよ、うん、なので結局何が言いたいって言って切れてきたやん。わからんもん。じゃあやだから結局買い物行ってんけど、うん、でもな公園行こうかな思って、で海行こうかなと思ったけどコロナで自粛やしどうしようかなと思って悩んだっていう。それは自分の気持ちだけ言ってるから僕に相談じゃなかったよ。いや相談とかって喋ってるだけやから。いやいやわーっと聞いてほしいやんか。わからんな、そこらへんが。だから目的をはっきりしてもらって、私は買い物に行きました。 I go to ショッピング。海行きたい、その後に海行きたい。だから行く。あいいよ。会話が成り立たへん。これや無駄が嫌いで自分の気持ちに鈍感やから。私が難しいわ、その遅いね反応が。これね自分の気持ちにすごい鈍感っていう。深く考えないと。いや深く考えるけど、考えて深く考えて言葉で出すのが早いねんけど。私ら海行く、今マスク車に積んでないなとか例えばね。だからそれ一瞬で考えて、なんでそれ伝えられん。一瞬で考えられん。あの脳っていうのは右脳と左脳がありますよね。右脳で考えた脳を左脳に伝えて言語化するんですよね。だから右脳で感じて左脳で言語化して出すんやけども、この右脳と左脳をこの2つをつなげるね脳の中にね脳梁っていうね管があるんですね。脳梁っていう管がここにこうね、でねこの管がね男の人ね女性に比べてね 20% もねあの細いねんて細いからね、このね感じたことをね左脳にね右脳から左脳にピュッてこうピュッて伝えるのがむっちゃとろいねんて。いやとろいっていうか、おそらく脳量が細いのは知ってんねんけども、右脳だけ使う人、左脳だけ得意な人が男や。だから片手ない、この変形ができひんねんな。女性の場合は両方使える。そうそうそう、やっぱ器用やね、器用やね。いいやろ、あ器用やね。そうそう、不器用やね、不器用やね。そういう表現にしたら不器用かもしれんけどもでもそれは男として一つの脳、うのやったうので深く考えれるからいいものができる、うん、だからそういう集中してる時に声かけたら反応が返ってきて、返ってきへんや。もう部屋に一人でこもらしてほしいわ、そういう時は。嫌だな。じっくり考えてから次の日返事する。次の日まで待たなあかんの。そりゃそうや、よく睡眠もとって。あそうか、はい、女性はね結果よりも家庭ですよ。公園に行こうかな、海に行こうかな、でもコロナもあるしな、どうしようかなどうしようかなっていう、こう家庭があって結局買い物に行きましたという結果。だからその結果よりも家庭が大事で、そこをね共有したいんだけど。なんであれだけ口から出まかせっていう。出まかせじゃないよ、あれだけ考えんと。ブワー考えてねんって。口からのっぽでも出てこない。内野から叩き上げる。左脳で考えて、左脳でパッ、能量能量能量、もうピョッピョッピョッピョン連携してんねん。意味わからん。はいね、いや喧嘩しんとこな、これはあの夫婦の愛の話やからな。愛あるで男の人はこれだから立体的にそう物を見るよね。だからあの物を作らせたりとか、立体的なこうレゴとかやらせたら男の子すごいの作るもんね。だからねやっぱ立体的なものができるということはこう3次元が得意なんですね。ということは数字が得意なんですよね。わかへん、私も数字もちんぷんかんですよね。もう2次元の世界で生きてるから、もう平面的やし現実的やし。8座引き座もできるやん。いやもうあの指10本超えたらもう無理やで、ね、それはよう分かってる。まあでもそんなんでね、男と女とも全然違うんですよ。だからこれもうね認めていくしかしょうがないしね。まあ冒頭 の洗濯物干してくれて、んで宅配便取りに行ってくれて、玄関掃除して忘れたあのパパ、まあね微笑ましい話ですよね。でこうやってあの不器用ながらにね、あの家庭にこう協力しようとするパパの気持ちっていうのはやっぱりママたちも感じ取ってあげないといけないと思うし、単純なんですよ男の人のこの脳ってね。男性脳の、ね、一番の報酬ってね何だと思います？
感謝の言葉やねんて。正解。ありがとう、もう助かるわ。まあまあちょっとあれ、まあいろいろ、まあまあ、でめっちゃすごいな、もういつももう助かってるみたいなね、わー、感謝の言葉をねかけてあげるっていうのがね、男性のにとっては一番のねハッピーを呼んでくるね報酬なんですって。だからこれだけ知っといたらなんか知らなかった思ってもね、思うねんけどね、まあそれちょっと置いといて、ありがとうって言ってね、やった言ったら、それでやっぱありがとう気分が良くなって、また家事とかね、子育てとかも手伝ってくれる、よっしゃー、ね、あの手のひらでこう転がしてくださいね。でこれは男の子の育て方にも共通してて、なんせ男の子煽らないっていうことね、これやったんあれやったん次どうすんのどうすんのこれはみたいな、どん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 こう煽ってしまうと、男の子はすごいしんどくなっちゃうんですって。余計にこう集中力が発揮できなくなってパニックに陥ってしまうっていうのがあるから、男の子の育て方のこれコツでもあるんですよ。男の子は絶対煽らない。ちょっとねもううわーってなるけどね、ちょっとじーっと見てあげてほしいなと思います。はい、うちの、小学校2年生の風太くんがですね、虫かごと網やね買ってきたんですよ、100均で。ほんでそれ持ってね、むっちゃ嬉しそうにね、マグロ取るわってもう男の子ね、網とカゴでマグロは取れへんねんけどね、面白いですね男の子ね。パパとママはうまいことやっていくのはほんま至難の業ですけども、あのお互いの子の脳の違いを理解してね、うまいことをやっていきましょうね。でもね、冒頭のパパ素晴らしいと思いますよ、すごい素晴らしいと思う、素晴らしいと思う、素晴らしいと思うようやってるようやってる。では助産師ひさこの子育て学校、チャンネル登録して入学してください。これあの名前ね変わっちゃったんですよ実はあのちょっと前まで11人産んだ助産師ひさこのやったんですけど、12人目がお腹にいるので、もう12人目妊娠中の助産師ひさこの子育て学校に名前早々に変えちゃいました。よろしくお願いします、入学してください。